玉ねぎ、今日はちょっとクリームコロッケっぽいやつを作りたい。ぽいやつぽいやつ、クリーミーコロッケ。あ、いいね、気に入ったよかった。で、作っていこう。玉ねぎはスライスしていこう。あるよね。玉ねぎ OK。 じゃあここにバター入れてチンしよう。バター 5g。 はい、チンしよう。2分チン。長芋、今日はこれをクリーム代わりにしたいね。長芋のクリームソース。そう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 、グラタンとかも美味しいやん。あの感じになると思う。ちょっと試してみて。長芋も切っていこう。も最近安いよね。普通のクリームコロッケ食べたいなぁ思ってたんやけど、長芋安いから買っちゃおうと思って。長芋 OK。 ここに牛乳 100cc。 多いかな、大丈夫かな。今日ほんと探り探り。これで火にかけよう。試行錯誤しよう。やるもんよな。嫌よ、やっぱり失敗したら嫌よ。あ、じゃあなんか赤球作ろうかな。赤球、うん、嘘、作って。なんか聞こえるな。チャレンジしすぎたかな。中国の帽子に。お、ちゃんとやるやん。本気で作るやん。早すぎたかな。冷蔵庫かな。赤から万能タレ。好きよな赤から。これすごい美味しいんですよ。赤からの赤球っていうのがあって、うん、多分それのタレやと思うけど、これをつけることですごい美味しくなると。あ、美味しそう。売ってないスーパーもあるやろな。うん、はい、赤球完成。早、どうですか。作りたかったものに近づいてはいる。もっと薄く切ったらよかった。火の通りがちょっと遅いわ。醍醐味やんな。醍醐味できた。ちょっと食感残すのもいいかなと思って、うんうんうん、全部潰さず、うん、ちょっとゴロゴロ残ってるけどこれでいいかなと思って。オッケーオッケーオッケー。じゃあここにチンした玉ねぎ合わせろ。めっちゃ美味しそう。グラタンでも良さそうやもんね。良さそう。じゃあ味付けしよう。コンソメ小さじ1、お塩少々、お塩少々。シンプルにこれぐらいでいいかな。いいんじゃないかな。よしよしよし、 OK。 じゃあ衣もつけちゃおう。はい、じゃあ小麦粉、卵、パン粉つけていこう。第二関門、このゆるい生地がうまくまとまるか。いってみよう。いけるかしら。つきたての餅みたいよ。あ、結構難しいやつやん。じゃあ難しいよ、ギリギリやわ。オッケーオッケー、卵いこう。オッケーオッケーオッケー。え、無理あるかな。おお。ちょっと卵いらんかな、もしかして。あ、なんかできそう。コロッケっぽくなった。
あ、いいいい。オッケー。うん。オッケー。これで置いとくわ。ちょっと不安やけど、なんとかいけるでしょう。持ち感すごいな。なんとかできました。もっといい方法はあると思う。でも結果的に綺麗にまとまったね。うん。うまく上がるといいな。ちょっとなんか冷凍とかしといた方が良かったかな。かもしれん。冷やしたらもうちょっと固まったんかな。わかりませんけど。じゃあこれ揚げる前にキャベツの千切りしよう。じゃあ切ってこう。はい、オッケー。2センチいくかいかんかぐらい。うん。こんぐらいで。うわ、美味しそう。何が？エリンギもちょっこし入れとこう。おだす入れちゃおうと。早いかな？いや、いいやろ。たっぷりね。いけるかな。いくよ。お、これいけそうじゃない？いけるか。大きくない？2個ずついくわ。うん。あ、でもいい感じ。あ、でもいい感じよ。早いな、上がるの。え、めっちゃ早い。嘘、もう。あ、ちょっと。あ、でも。あ、なんかいけてそう。あ、お、いいやいいや。でも揚げちゃおうかな。お、どうやろう。もうちょっと薄い色にはしたかったけど。まああと2個揚げてみよう。この隙にお味噌を飛ぼう。めっちゃ飲んでなかった。ちょっと後で言えなす。喧嘩。珍しい夫婦喧嘩。家の中でするよ、夫婦喧嘩って。表出ろよ。出んのよ、夫婦喧嘩。見られたくないよ、逆に。よし、第2弾。あ、いい感じ。そろそろかな。そろそろ来た。うん、あげちゃおう。カレーパンみたいな。あ、いい音。はい、オッケー。ソース作ろう。ケチャップ大さじ1、ウスターソース大さじ1。どうやろ、これでハンバーグのソースと一緒になる。いいんじゃないかな。こんなもんかな。ソース完成。ソースは下に引いてみよう。おい。やめてそれ。なんか嫌やな。コロッケ乗せよう。あ、もう点々隠れちゃうわ。あ、重ねるのもいいな。でも確かに重ねちゃう。おお。どうでしょうか。パセリちょっと散らしとこう。なんかおしゃれ。ちょっと切ってみる。これどんなやろ。お、どう？なんやろ、クリーム感はあるかも。ある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 。濃厚そう。うん。とにかく食べてみよう。とにかく食べてみよう。完成。いただきます。おいしそう。あ、いいです。ちょっと行ってみて。クリーム感どんな感じかね。ねえ、うん、どう。いや、ちょっとわからん。こう言ってみていい一回。あ、そう行こう。うん、思ったより長芋感強いな。うん、もっと丁寧に潰してよかったわ。トロトロでもいいかもな。どんどん衣はつけにくくなるけど。いや、美味しい。よかった。
なんかコロッケに近いな、クリームコロッケっていうか。わかるわ。間やね。うん、ツナ入れようと思ってたんやけどさ、うん、揚げてから思い出したんや。なんかすごく可能性は感じる。感じる。伸びる。若者や。未来ある。若者コロッケ。若者じゃなくてもあるよ。いいこと言うな。これ食べてみよう。うん。どんなんやろ。それを知ってるやん。よう食べてるやんそれ。うん、おいしい。甘辛。そういえばもうホタル飛んでるんかな。俺かな。それ聞く人俺かな。俺常にそんなアンテナ張ってないけど。ホタル見たいんやけどな。見たい。前見たな。あの鎌倉。うん。ちょっと違うよな。でもあの野生で見るやつのその、うん、ファって解き放たれて見るやつってことやろ。あ、そういう感じなんやと思って。ホタル待ちしてたやもんだって。そう、山の中で見た時の感動にはやっぱ、いや、そう見たいな。減ってきてるやろね、ホタルも。減ってるよな、絶対。でもカブトムシも減ってない。体感やけどな。カブトムシは減ってそう。たまにさ、そのカブトムシで地元の名前を入れてさ、検索したらさ、うん、そんな時ある。そのあるよ。ちょ、たまに調査するのよ。何その検索。半妙、京都。何半妙。綺麗な虫よ。そういうの検索すると、うん、出品が出てくるから。どこさんっていうのが書いてあったりするからさ、もう標本になってるやつもあるけどな。京都さんとかでも、そういう、そう、もっと細かいかな、町名とか。悲しい。ほんと関係ないけどさ、うん、草亀の草ってさ、匂いが臭いからって知ってた？何草亀って。草亀。草亀は知らんよ。そもそも、ね、そもそも知ってたんじゃなくて、草亀を知らんよ、こっち。ホタルみたい。じゃあこうホタルがさ、ふわーって舞ってる景色と、うん、象の上に乗るってどっちがいい？どっちがいい？それ。ホタルかな。ちょっと比べにくいけど。ホタルがわーってなるかオーロラか。オーロラか。うわー、ホタル。あ、ええー。うん。ホタル好きやね。好きかも。じゃあこのイルカがファーファーファーで飛んでるのか、うん、ホタル。野生のイルカ、うん、野生のイルカ。あー、イルカ。あー、連れてってくれんのこれは。それでもちょっと変わってくるけど、それはオーロラも見たいし。いや、もう話。なるほどね、イルカが見たいやな。ごちそうさまでした。